はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのは、こちらもとても人気のある機種ですね。バルナックライカの、3F ですね。バルナックライカといえば 3F を思い浮かべる人が多いんではないでしょうか。今バルナックライカの代表的機種だと思います。で、こちらはこちらのシンクロの文字が黒い、通常ブラックダイヤルと呼ばれる前期タイプになっております。はい、ではこちらボディキャップ付属しております、はい、でまずはグッタベルカなんですが、これオリジナルだと思われます。でオリジナルだとね、もうこの年代が経っているんでかなりパリパリしてくるんですが、これはねオリジナルだけどそんなに状態悪くないです。でちょっとねこのスローダイヤルの周りをねちょっと修復してるような感じはありますけど、そんな見にくいものではないです。見た目は全然わからないその感じですね、はい。であとボディ関係ですが、まずはトップカバー、このカバーは特に問題ないですね。でここちょっとね吹き出物のような感じになっちゃってますね、はい。でこれちょっとねメッキの腐食のような感じのものがあります。ポツ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 とね、表はないんですけど、あ、表もちょっとこっち右の肩ぐらいにありますね。でちょっとここにへこみがあります。ポコってちょっとですね、まあ、これによってね影響は特にないのでこれは問題ないですよ、使用上は。で底蓋はちょっとすれがあるぐらいですかね。であとちょっとやっぱポツポツポツと木の腐食みたいなものがありますね。ちょっとメッキも剥がれちゃってますけどね。まあこういうね外観の状態なので、まあ通常の 3F とかねお安くしてますのでお買い得となってます、はい。でついど外観はこんなんですけど、中身はしっかり当店でフルオーバーホールしております。その時にシャッター幕も交換して非常に綺麗です。で巻き上げもスムーズです。でまずは B バルブから見ていきましょう、はい、問題ありませんでした。で次は30-1の T ですね、はい、開きっぱなしです。問題ありません。巻き上げも、ね、非常にスムーズですよ。引っかかりなどのマーク、はい、1/1000、はい、問題ありません。これはねちょっと動画では見づらいかもしれないんですが、専用のシャッターテスターでね測定をして調整済みです。あと実際にねフィルムを装填して試写をして問題ないのを確認しております。あと試写の後にね実際にねフィルムを巻き戻して引っかかりなどフィルムが切れたりしないのを確認しておりますのでご安心ください。はい、で、あとは、じゃあ、フィルムカウンター見てみましょう。今、10なんで。で、1カウントしてくれてます。11になりましたね。で、あとは、F の特有のフィルムインジケーターも非常にスムーズです。こちらもね、掃除して、グリス塗ってますので。はい、あと、ファインダー関係、人調整も非常にスムーズに動いてくれます。あと、レンジファインダー、ビューファインダーとともにクリアです。あと、20ゾーンもね、特に問題なく見えております。くっきりで無限灯で縦像横像ずれないことを確認して調整済みですので、とても気持ちよくピント合わせができると思います。はい、スローダイヤルの動きも非常にスムーズです。はい、開閉もスムーズです。問題ありません。中もこんな感じで特に問題ないですね。綺麗な方ですね。でこちらはこちらも純正だと思います。スプールを付属しております。中もこんな感じで特にね腐食とか錆等はそんなになかったです。はい、ね、外観がねちょっとメッキの状態がねちょっとこんなポツポツ状態なんですけど、中身はね特に問題なく調子のいい個体でした。巻き上げも非常に軽くてね。ですのでね、外観など気にしないで、しっかり動くものが欲しいという方にはお買い得な個体となっております。はい。ではここまでご覧いただきありがとうございました。バルナックライカ 3F ブラックダイヤルのご紹介でした。
不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。でよろしくお願いします。